お花紙と切り紙を使って作る光を通して楽しむ作品です。まず切り紙を用意しておきます。型紙をプリントアウトしてクリアフォルダーの中に入れます。このクリアフォルダーの上から水溶きした接着剤を塗り、まず名前を貼ります。名前は裏からも見えるように両面に書いておきましょう。クリアフォルダーに水溶きした接着剤を塗っていきます。そこに切り紙を置いていきます。切り紙を貼る範囲は外側から5ミリぐらいまでのところに貼ってください。名前に重なっても構いません。切り紙を置き終わったらもう一度接着剤をつけます。その上からお花紙を置いていきます。お花紙の上から接着剤をまんべんなく塗ってください。お花紙は内側の線ではなく外側から5ミリぐらいのところまで貼りましょう。お花紙とお花紙が少し重なるように隙間なく貼っていきます。斜めに貼ったり縦に貼ったりしても構いません。切り紙の模様を生かすためにもあまり小さくちぎらず大まかに貼った方がきれいに仕上がります。隙間を残さないように全体に貼ります。貼り終わったら枠をつけます。黒い画用紙を3センチぐらいに切ったものを外側の枠のところに合わせて貼ります。画用紙の長さは台紙の縦横の長さに合わせて切っておきます。上下に長い方を貼ったら左右は短い方を貼ります。この部分にはもう一度糊をつけておきましょう。上からしっかりと押さえておきます。これで完全に乾かします。するとクリアファイルからつるんと剥がれるようになります。名前も見えます。出来上がったものを光に透かしてみましょう。形が浮かび上がってきます。お花紙の色合いを変えるとまた違った雰囲気になります。出来上がった作品は窓辺に飾って光と影の模様を楽しみましょう。